ですかね。死にたい。そのすごく素敵だと思います。随分雰囲気変わるものですね。ありがとうございます。リアクションが薄い。確かにこれじゃサインした気にならない。というよりも不安になってしまう。本当にサインの効果あるのかしら。エロー。高橋先生はああ言ってくれたけど、やっぱりサインは私の手に余る。そういう自覚があるうちは使うべきじゃない。でもいつかここまでは使っていい。サインにもそういう落としどころが見つかるといいな。3、2、1。ほーら、どんどんまぶたが重くなってきました。寝た。俺に聞きます。おかしいな、本の通りやってるんだけど、どこでミスったんだ。よくそんな怪しい本買いましたね。助手が寝なかったのは催眠術の順番を間違えたからね。筋肉、五感、時間と記憶の順に催眠を深くさせていく必要があるんだけど、さっきは五感を先にやっちゃったってわけ。ちゃんとかかれば操り人形みたいにできるって言うから楽しみにしてたのに。そんな邪悪な発想でかけられてたまるか。はいはい、顧問は先生がやりたい。あ、先生。お姉ちゃん。先生に言われてきたのに大道芸部にならないんですけど。やっぱりお姉ちゃんの差し金か。あれ、なんか揉めてる。じゃあ面倒だし。よっしゃー、私の勝ち。重さだけじゃなくて形も加味して。あんたらいい。本日の授業は自習にします。眠いから。よいしょ。なんで錬金術ってのは着替える必要が。あ、ちょっと。ああ待て。たかが女の裸をチラッと一目見るのとボコられるのが等価交換だなんて割に合わねえだろ、どう考えても。だから俺はこの光景を目に焼き付けた。